3連休の中日ということでスキースノボ情報についてご紹介したいと思います。まずは皆さんからいただいたリポート紹介します。新潟県の方からいただきました。シャルマン日内スキー場ゲレンデリポート、積雪3メートル、帰る時間まで滑りますといただいています。いいですね。今日は雲も広がっていますが、日差しもね少し光が届いていて滑りやすそうな雪が広がっています。さあ続いて見ていきましょう。北海道札幌市の方からいただきました。手稲山にスキーに来ました。いい天気、風も緩く、それほど寒くないです。皆さんいい休日をといただいています。いやとってもいい天気ですね。風もないということで雪が巻き上げられてね、視界を防ぐような塞ぐようなこともありませんので、とてもいいスキー日和となっていますね。さあ続いて見ていきましょう。長野県の方からいただきました。飯綱スキーリゾート、飯綱リゾートスキー場、2022年初滑りに来ました。3連休とのことで混んでいます。駐車場の車も県内ナンバーが多く、県内の親子連れが多い印象といただいています。青空の下でですね、ゲレンデにスキーしている方がたくさんいらっしゃいます。今日はスキー日和ということでたくさんの人がいらっしゃいますね。スキー・スノボに関するリポートを紹介していきました。明日の天気も確認していきましょう。明日も3連休最終日ということでお休みの方がいらっしゃるかと思います。各地ですね、日差しが届いて晴れのアイコンとなっています。明日もスキー日和となっていきそうです。さあこちらですね、アプリでもスキー・スノボチャンネル確認することができます。この一番下のバーの一番左、3本線のメニューというところを開いていただきまして、自然季節健康ジャンルの一番右上にスキー&スノボチャンネルがあります。こちらからですね、かなり詳しくですね、スキー場やスキー、スノボの情報を確認することができますので、ぜひご活用ください。